はい、どうも皆さんこんにちは。BC スウェルワイルドリフト部門のビビロイヤルことフミヤチョと申します。本日はハジリフチャンピオン解説ということで、アッシュを解説していきます。ハジリフ動画ではワイルドリフトの入門者だったり、初心者に向けた情報を発信中となっております。概要欄の再生リストからぜひチェックしてくださいね。では早速、アッシュの魅力を語っていきましょう。アッシュの特性、どんなチャンピオンか、例の適性はっていうところに触れていきたいんですけれども、アッシュは長い射程やスローやスタンといった状態以上、視界の確保を持ったすごい万能なチャンピオンとなっております。その反面、機動力っていうのがなかったり、瞬間的なダメージを出すことが苦手です。序盤は持ち前の長距離射程を活かして安定した連戦を行うことができます。レベル5からはウルトのスタンを使用して敵の隙を突きましょう。中盤から終盤にかけてもウルトのスタンを利用して敵チャンピオンのキャッチを狙います。集団戦が始まったら味方に守ってもらいつつ、手前の敵から攻撃していきましょう。適性レーンはドラゴンレーンとなってます。現在実施中の世界大会アイコンズ2022ではミッド採用されていたり、ロールではサポートで採用されていますが、ワイルドリフトでは基本的にドラゴンレーンに行きます。スキルについて説明していきます。まず、パッシブ、フロストショット。通常攻撃とダメージを与えるスキルが敵にスロー効果を与えます。このスロー効果を付与された敵に通常攻撃を行うと追加ダメージを与えることができます。アッシュのクリティカルはダメージ増加の代わりに、パッシブのスロー効果を増加させます。1スキル、レンジャーフォーカス。まず自動効果としまして、1スキルが発動していない時にフォーカスを2スタック所持できます。通常攻撃を行うとフォーカスの追加スタックを獲得します。最大が6となっております。スタックは時間経過によって1つずつ減少します。発動効果。アクティブなスキルはですね、6秒間通常攻撃はフォーカスを消費することで攻撃速度が上昇して、対象に矢の一斉射撃を行いダメージを与えることができます。このスキルは使用時に通常攻撃のクールダウンを解消する A タイマーリセットがあります。2スキル、ボレー。扇状に矢を発射して物理ダメージを与えます。矢は複数の敵に命中しますが、1対象ごとにダメージは1回しか与えれません。また、ボレーはフロストショットのクリティカル時のスロー効果を付与します。3スキル、スカウトホーク。射程の制限なく飛び続けるホークスピリットというものを放ち、触れた敵を少しだけ可視化することができます。再発動することによってホークスピリットが拡散しまして、5秒間範囲内の視界を確保できます。範囲内にいたユニットは3秒間可視化されます。で、ワードやティーモのキノコなどのステルス状態のものも可視化されます。はい、ウルトクリスタルアロー。射程無限の氷の矢を放ち、最初に命中した敵チャンピオンをスタンさせ、魔法ダメージを与えます。で、そのスタン効果は矢の飛距離によって増加します。長押ししてドラッグすることで矢の進路を操作できます。スキル上げ順番、2、1、3と上げて、ウルトは優先的に上げます。基本コンボ、2スキル AA、1スキル AA。フラッシュやブリンクスキルで逃げた敵にウルトを打つのも強力となっております。はい、立ち回り。連戦はですね、基本コンボを使ったダメージトレードを行います。長距離射程の通常攻撃を利用して、一方的に敵に攻撃しよう。敵に近づきすぎると射程が生きないので注意しましょう。集団戦、ウルトを使用して柔らかい敵や単独の敵を捕まえましょう。周りに味方がいる時に使用すれば敵を簡単に倒すことができます。相手にアサシンがいる場合は、自身や味方を守るためにウルトを残しておくのも強力です。集団戦が始まったら手前の敵から攻撃しましょう。機動力がないため、無理に前に出ると敵に捕まってしまうので、注意してください。相性のいいサポートなんですけれども、スレッシュやブラウムが挙げられます。アッシュは範囲ダメージがないので、1人をフォーカスした際に CC チェインをしやすいスレッシュとブラウムが相性が良くなっております。またですね、1スキルに AA キャンセルがあるので、ブラウムのパッシブを発動させやすいのも相性がいい理由です。また、レーン戦が強いことや攻撃速度が重要なチャンピオンとなっておりますので、エンチャンターのルル、ナミ、ユーミも相性がいいです。最悪視界が取れることや2スキルの遠距離攻撃もあるので、サポートに見捨てられても生きていくことができます。ビルド。おすすめのビルドは、エッセンスリーバー、トラリチャージブレード、インフィニティエッジ、ウィンドキングブレード、モータルリマインダーとなっております。1点補足なんですけれども、アッシュはビルド幅が広く、様々なビルドがありますので、まあ自分も、いろんなビルドを試した動画を上げておりますので、そちらをチェックしていただいて、自分に合ったビルドを探してみてください。ルーン。キーストーンはリーサルテンポ。波動はブルータル。不滅はアダプティブ、公費かハンター巨人。連携はアマトーとなっております。アッシュはドラゴンレーンの基礎やチームファイトの基礎が詰まっているとっても魅力的なチャンピオンです。本当にこのチャンピオンが上手くなれば、ゲームの上達がもう間違いないです。この動画を参考にぜひ使ってみてください。ビビロイヤルチャンネルではリーグオブレジェンドやワイルドリフトの動画を毎日投稿中です。ライブ配信も行っておりますので遊びに来てくださいね。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは、バイバイ!